式用の長谷川まくらです。はい、長谷川大石です。はい、本日はですね、旬な人は占い、はい、はい、ということで、どんな旬、本日は、はい、こちらですね、ババンババンと、はい、来ました、はいはいはい、ね、この頃、なんかグループの改名が流行ってると、そうなんですよね、ということで、はい、スマイレージさんはかなり大幅に変えましたと、うん、アンジュルム、はい、ね、でベイビーレイズさんは、はい、ベイビーレイズジャパン、プチリニューアルと、お二組改名したんですよね。まあ、これを見ていただこうと、はい、はい、まあ改名流行ってるんですかね。なんなんですかね、もう同じ時期にこの2組が改名したんですよね、うん、でまあちょうど対照的なのが、はい、ものすごく 大きく変わった方と、うん、まあ、あんまりこう変わらないね、ちょっと変わったという方の2つなんですけれども、うん、ね、まずはスマイレージさんの方ですけれども、はい、これはですね、あんまりどうかなっていう気がしますね。マジですか。いや、ね、なんかあまり変えた意味はなかったから、要するに悪いとか言うんじゃなくって、あんまり変わり映えしないかな、運勢的に、ないかなみたいなイメージなんですよ。まあそれはいいのか悪いのかってとこですよね。まあ今までの状態がそのままコンスタントに続くよということで、うん、名前変えたことによって劇的に大きく変わるっていう感じじゃないように見えたんですね。ファンの人がね、なんか話聞いたら、この、うん、今までこの名前を愛してたというか、そのイメージがあるから、やっぱり改名するって、まあ、ちょっと変えるならあれですけど、うん、こう大きく変えたら、ね、ね、なんかあんまりその、ね、まあ、ファンとしては、あんまりなんかブーブー言ってたらしいっていう話は聞いたんですよ。あ、なるほどね、うん、慣れてないじゃんし、まあ、これからね、また別のグループみたいなイメージになっちゃいますからね、ファンシーとしてもね、まあ、そういうその心理的なものもあるけれども、はい、まずとりあえずその占ってみた結果としてですね、うん、まあまあまあ、そんなに大きく上がったり下がったりせずに、はい、今のまんまかなという形、でベビーレイズさんの方なんですが、はい、こちらはまあ後ろにね、ジャパンつけただけでしょっていうね、言い方もあるけれども、はい、こっちは結構ね、つけたことによる変化は大きいと思うんですよ。そうなんですか。大きいと思う。で、ベビーレイズさんって、5人ですか、グループ何人ですかね、うん、多分5人ぐらいだったと思うんですが、はい、これジャパンつけるとね、うん、1人ぐらいのメンバーの移動が起こるよっていう名前になってるんですよ。だからまあ抜けるか変わるかみたいな感じのことを起こしやすいよと。マジですか、うん、これちょっと今はちょっと、うん、ね、見てる人はちょっと、ファンはちょっとざわざわざわですよね。まあジャパンつけただけのように見えますが、はい、この場合は非常に大きな影響が出てきて、割となんとかね、こう物議を醸すというかですね、うん、内部がちょっと揉めそうな雰囲気のところがありますので、大丈夫ですかね。まあでも雨降って地固まるだから、うん、名前変えた後にもう一つ名前じゃなく、もっと実質的な変化がもう一個なんかくっついてきそうだぞという、ね、変化が、まあ、それもいいか悪いかっていうのはまたちょっとあ、ね、でもいい方にこういう方に入れると思います。おお、じゃあいいかもしれないですね。はい、まあまあ期待して見守っていきたいと思います。なるほど。僕もじゃあその長谷川まさのりジャパンとかにしたらなんかいいことが起こったりもしますかね。長谷川まさのりミクロネシアとかそういうのですか。ジャパンでいいこともそうに、まあまあ、じゃあつけてみましょうね。はい、つけるのは分かんないですね。次回から変わってますね。それでは出してもみてください。